はい。えー、現在ですね、僕の裏メルマガでは、えー、あなたの悩み質問を買い取り、買い取りしております。で、今回は買い取り実績、買い取り実績発表したいと思います。買い取り実績いきましょう。はい。今までですね、えっ、ー、と、5月の24ぐらいからこう企画を始めてるんですけども、まあ、あの、ペイペイでね、100円をちょっと送金しています。で、ちょっと受け取りリンクが期限切れちゃった人は再送してお送りしてます。でも、この受け、あの、ペイペイの リンクが2日か3日で切れちゃうんですよね。で、メールちょっとチェックしてませんとか、PayPay ペペがまだインストールしてませんとか、ログインがうまくいきませんみたいな感じで、受け取りできなかった人に対してはまた再送してますので、ご安心ください。で、受け取りが完了するとこんな感じで、あの、僕の方でもわかるんで。で、えっと、まあ、受け取った、実績ですね。5月25日受け取ってます。5月26日受け取ってます。 ふ2人ですね。これは、あの、再送した、再送して、これ、なってます、た分。ん。で、えー、っと、27日ですね。受け取ってます。28日受け取ってます。29日受け取ってます。30日。30日受け取ってます。31日受け取ってます。で、これはちょっとリンクが切れちゃったんで、また再送しました。で、えー、っと、 6月2日,2日受け取ってます。6月3日。これ再送した人がいるので、その人が受け取っていただいて、まあ、2人ですね。その日に送ったやつと。で、えー、っと、6月、6月4日受け取ってます。これまた今日ちょっと再送しました。で、受け取ってます。で、えー、これは、受け取り待ちかな。今日、今日朝送ったやつは受け取り待ちだと思います。 ま、こんな感じでもう毎日こう送ってますんで、今現状として。で、あの、どれぐらいでこの採用されるのかっていうのをね、ちょっとあの、お話ししたいと思うんですけども、これ採用されると、まあ、この番組でこう取り上げさせていただくんですけど、今現状ですね、どれぐらいのそのストックがあるのかっていうね、今自分が買い取り申請したらどんな感じになるのかっていう話なんですけど、今現状としてはこんな感じです。 でまあ、全部データつけてるんですけども、ここのフォームから、まあ、査定の方をこう出していただく形になるんですけど、この申請日が,こ,の申請日がこれになります。だいたいその日に収録しちゃってるんですよ。 で、その日に収録しちゃって、で、放送日は予約投稿。今、YouTube で予約投稿っていうのはできますので、予約でどんどん毎日投稿してます。で、今、もう、今、今日現時点でね、6月7日の今日時点で、えー、6月14日まで。だから、この先1週間分まではもう埋まってます。この先1週間分までは埋まってますので、もし今日、L の部屋にこのお便りいただいた場合は、これ以降ですね、採用された場合は。 もう放送日も決まって収録終わって放送日も確定して予約投稿しちゃってますんで。で、あとは買い取りのリンクが漏れがないかっていうのをチェックしていまして、まあ、ここ赤印になった人っていうのが、あの、そのさっき見せたこの受け取りリンクが期限切れちゃいましたよっていう人ですね。で、なんでまた再送して、再送して、また受け取ったか受け取ってないかっていうのを確認して、で、受け取りが完了したらここでもチェックしてやってます、全部。 なんでまあ、一応、まあ今日、これね、えっと、リンク切れちゃった人いてましたんで、また送りましたけど、まあ基本的にまあ、ほとんどの方が受け取っていただいてますし、まあ PayPay ペペはね、ほとんど利用されてると思いますので、多分大丈夫だとは思うんですけども、まあちょっと期限がね、すみません、これあるみたいなんで、切れたらまた再送しますんで。 今現状としては、こんな感じの番組の枠が埋まっております。なんで、あと一週間後ですね。今日いただいたとするならば。今日もね、メルマガで送りますんで、この L の部屋のね。はい。だからその、悩みを持っていてもね、悩みを持っていてもお金にならないじゃないですか。どうすか。悩みをも、悩み持っていてもお金にならないですよね。なので、ぜひね、あのー、この買い取り今してますので。 ぜひ応募してください。今日の18時にもメルマガでこちら、あのメルマガ登録していただいている方に流します。で、まだメルマガ登録されてない方は、この YouTube の下にメルマガのリンク入れておきますので、で、メルマガに登録すると今、自動返信メールでもこのページのリンクをあのご案内してます。メルマガに登録した瞬間に自動返信メールでこちらのページのリンクもご案内してますので、まああとね、今日全体配信でもまたこのページのご案内しますんで、悩みをお金に変えたいと。 いう場合は、ぜひ応募してみてください。今のところ、一応これ、査定っていうか審査してるんですけど、今のところ実績としては、全部採用してます。今のところね。今のところは全部採用してます。ただ、最、あの、何すか、審査落ちる場合も、今後も出てくるかもしれないですけどね。まあ、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 何すかね。例えば、あとかうとかね。まあ、不採用ですね。<laughs> あとかうとかね。全部あとかね。そう まあ、ちゃんと、ちゃんと悩みを相談していただくとか、まあ、あとは面白い内容だったりとか、まあ、あと質問、質問もあの買い取ってますんで。うん、そう。だからまあ、とりあえずあの、悩みとか質問はお金にならないじゃないですか。だけど、僕のメルマガはお金にしてますので。<laughs> だからこの前ね、採用された方は、あの彼女にアイスを掘ります、みたいなね、ありがとうございますっていう。 あの、彼女に、これでアイスを奢ります、みたいな。まあ、100円あれば、アイス、まあ、ガリガリくん、ちょっと値上がりしましたけど、買えますよね。うん、ちょっと、だから、2回と、あと、あとね、メリットとしては、これ何回でもいけますから。何回でも OK です。要は、1回、あの、この、じゃなくて、1回買い取ってもらったらもう終わりかっていうわけじゃなくて、何度でもいけます。だここがね、僕の強みです。何度でもいけるっていうね。何度でもいける。 だから、ぶっちゃけ、ここの、僕のメルマガに登録してですよ。悩みとか質問をぶつけまくる。んそれだけでお金稼げます。まあ、PayPay ですけどね。まあ、PayPay もお金だと僕は思います。ほとんどのところで今、PayPay ペペ使いますから。だから、まあ、お金を稼げるって言っても過言ではないかなとは思うんですね。どこでも結構 PayPay ペペ使いますから。だから、まあ、あのー、なんですか、どんどん,どんどんどん応募していただくといいと思います。はい。普通、メルマガに登録して、 えー、お金がもらえる仕組みってあんまないと思うんですよ。ありますこれね、僕もネットビジネス18年ぐらいやってるんですけど、あんまないと思うんですよね。そのなんか無料プレゼントとか、まあ、ベターでありますよ。オプトインで <laughs>。それは、メルマガを送ってる人がアフリ報酬を得られるんですけど <laughs>、オプトインアフリエイトみたいなね。まあ、基本的になんかじ、なんかあの、あれじゃないですか。直でもらえるってことはあんまないですよね。うん。 これが僕の裏メルマガの今メリットとして、もう他にはない USB 独自の企画をやってます。しかも何度でも行けますし、しかも何ですかね、あの、ここに応募する人って少ないんですよ、数が。だから結構、何ですか、早く採用される。これがもし僕のその数が多かったら、例えば一気に30人来たら、一気に30人来たら、1ヶ月後ですよね、採用されるのが。 順番ですから、これ。本当に。順番で言ってますんで。でも僕、人数少ないので、チャンスですよ <laughs>。だからね、結構もう、なんかあの、5回ぐらいしてる人いますね。5回ぐらい。5回。まあ、500円ぐらいですね。6, 6回か5。5回か6回もしてます。はい。<laughs> なので、まあ、吉牛ぐらい食えるようにな,な,なりますね、これで。<laughs> うん でもね、まあ僕がこう万全して、まあこれが応募が増えれば増えるほどすいません。あの、この番組のこの採用されるのはどんどんちょっと遅れちゃうので、まあそこはすいません。<laughs> 今のうちですかね。うん、これずっと僕やっていこうと思いますので、あの、ここに L の部屋、この番組にね、どんどん応募していただく方は、今現状としては稼ぎやすいかなと思います。案件としては <laughs>。非常に稼ぎやすい。 非常に確実に稼ぎやすいっていうね。100%とは言わないですよ。あの、査定審査しますんで、100%とは言わないですけども。あの、送金しますんで、僕が。うん。で、まあ、実績、買い取り実績をお見せしましたけど、本当に、あの、配ってますからね、僕。毎日、今、日課としては、毎日、あの、100円、あの、リンク作って送ってますから、毎日。毎日送ってます。はい。毎日、どうですか、お金を送金するとあんまないと思うんますけど。<laughs> 毎日送ってるんで、うん、本当にね。 で、受け取っていただいている方も、こう、出てきてます。こうね、増え、あの、増えてきてるんで。ま、ぜひ、裏メルマが登録していただいて、悩みとかね、質問買い取りしますんで。はい。他にはないです、これはね。はい。ぜひ、メルマが登録してみ、あの、なんだ、自分の、まあ、悩、吉谷さん僕、悩み一切ないんですよ。めっちゃ稼いでるし、億万長者だし、吉谷に聞く質問なんか一切ないんですよ。っていう方は、まあ、僕の動画も見てないと思うんですけど。<laughs> なんか、その、お金が稼げないとか、行動ができないとか、 なんか悩みがあると思うんですよね。今アクティブでガンガン行動してガンガン稼いでいて特にないですっていう人はそんな見てないと思うんですよ。うん。少なくてもなんかありますよね。うん。で、あるんだったらそれ金に換えた方が良くないですか。まあお任せします。はい。塵も積もれば山となるっていうね、名言、あの、言葉座の名言がありますけど。<laughs> 本当にこの、多分、えー、あのー、そのうち発表すると思います。なんか1万円稼いだ人出てきましたみたいな。 あとは、あの、キャンペーンもやりますんで、買い取り20%アップキャンペーンとか、夏ぐらいにやろうかなとは思ってます。夏、サマー。サマーキャンペーン、買い取り20%アップ、みたいな。そういうのもやっていきますんで。ただ、メルマガ登録しないと、そもそもその後のキャンペーンゾーンにも乗れませんので。うん。だから、それはまあ、もう、先月の後半すかね、一番最初に、もうまだ1ヶ月経ってないんです。すいません。1ヶ月経ってないので、 もうちょっと運営してから、まあそういうキャンペーンもやってきますんで。まああとは1年に1回ですけども、1年に1回ですけど、不幸自慢コンテストみたいなのやってて、それは満単位での賞金をお送りしてます。1年に1回ですけども、えー、満単位の賞金があるイベントとかもやってますんで、それは不幸自慢コンテストっていうのでね、あの、不幸を自慢するっていう機会、ば、ば、場なんですけど、<laughs> そこで優勝すると何万の単位の賞金がお配りしております。まあそういうのもやってますので、 まあ、ぜひメルマガ登録していただけるといいんじゃないかなと思います。あなたの悩み、買い取ります。あなたの質問も買い取ります。はい。この YouTube の下にリンク入れておきますので、よかったら登録しておいてください。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。